こんにちは。前回はついにルルの家に突入するっていうところまでやりました。で、サジャの村にも探索終わって、ここから深淵の森っていうところに行けそうなので、今日はそこの探索かな。はい、やっていこうと思います。多分ルルの家入ったらもうね、バーっとなんかエンディングまで行けそうな気がするんですけど、まずまずちょっと最後に探索していきましょう。まあまた森マップですよね。変わらない森マップですよ。で、ここに来て新しいキャラとか出てこないだろうって思うんだけど、さすがに何が変わっているんだろう。全然宝箱ないんだが、あったあったあった、ジーンかはい、出てた。何が出てくるの。姫だ。この数何よこっち VP6、 あっち3か、ひどあ、でもいい感じのカードが来てますね、珍しく。お使い、ゲリーナだ。あ、コテンパンにされてしまうダメじゃん、全然ダメじゃん。あ、終わったもうダメじゃん。何デッキなんだろうあれ。うわー、これか。意外だな、こういうカード使ってくんだ。ササライ、よっしゃ、ササライいなくなった。じゃあもう私、ナナミ、リーナ出してくるかな。出してきそうな気も。上位か。じゃあリーナ出すか。リーナの前にナッシュ出すか。さて、アカーンとルカ持ってやがる。あ、でも繋がんないから、ほー、これ捨てちゃっていっか。やだもんね捨てちゃえ捨てちゃえ。で、リーナを出そう。で、ゾイを捨てる。で、シエラ出す。これもらいたいなー。 VP3 欲しいわ。もう最後のあれ多分さ、ダンジョンだから強いよね。出しちゃおう。サイさんか。で、あとちょっとで勝てるから、被ってる神を使っちゃおうか。よし、クリアー。で、クラケン、よし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 。向こうターン、施設、なんだあれ、紋章しか、紋章キャラクター攻撃プラス1。リーナ使っちゃおうか。あ、使っちゃおうか。フリックか。神もったいないけど使うか。マジもったいない、贅沢使いだなうわ、ミッションカード一面か、こんな。でも、お使いも危険な気がするから、ちょっと、整えようか。リーナ捨てて。偏りすごすぎない？また紋章師か。なぜそんなに。ハンサーまで繋がんないんだよね。あ、でもこの辺でいけるか。潰してった方がいいか、一応。キバ、何デッキなんだろう。
カードなくなっちゃうよ。すげえカード引いたな。なんだかすごいカード来た。でもだってミューズ脱出でハウザーヒルダでいけそうな気がする。うわー、あれで上位出してきたら終わるけど、何出してくんだろう。ネクロードかー。お前ネクロードつながるのか。マジかよ。うわ、あ、終わっちゃった。悔しい悔しい。もう一回やるだ。なんとか勝てそうです。なんとか。もうルカ出しちまうか。危なかった。もう曲でわかると思うけど、追い詰められるとさ、この曲流れてくるんだよ。ギリギリーギリギリー。雑魚敵これ、本当にマジ。うわ、なんか面白いな。新&紋章デッキだって。結構なんかそのこっちサイドのキャラ多かったんですよね。レオ、ジョイ、ナナミ、リーナ、アイリー、ビクトール、フリック、ボルガンみたいな、そういう感じが多かったから。シーナとカーン、カーンもいたな。ガンテツ、いやー本当に雑魚的。ほんまかいな。233ポッチ、さすが。最後のちょっとミノタウロスってやつだったか、逃げた。普通のエンカウントは逃げていい気がする。ブロンズゴーレム戦っとく。超力押ししてきそうだけどね。こういう時に限ってさ、ミッションカード来ないんだろう。シエラかな。うわー嫌なやつだこれ。めっちゃ嫌だこの、本当に。ゴールドも嫌いだけど、このマチルダ系のさ、ミッションがさ、本当に苦痛。本当に苦痛なんよこれ。あ、出されちゃった。これってさ、あ、そうね、で効果出ないやつだよね。いやーって感じ。ユニーク。きつー。いや、捨てていいよなー。これ勝ち1だっけ ?1 か。ってことはお使いがきっと役に立ってくれるはず。兵力なんだ向こう。ゴーレムのくせに。ゴーレムのくせに。リーナ取っとくか。ビクトール出すか。ビクトール、ナナミで行くんか。被ってる。なんだ。あ、釣りが攻略だ。どっちもいける感じ。マジか。悩むけど、リーナ後出し枠持ってるかな。フリック出すか。フリック出して上位か。ナッシュいける。ナッシュ、マジでナス便利。エルザ、エルザがいた。危な。よかった、リーナ出さなくて。クラウス、
リッチモンド、レックナーとか。リッチモンドなんてどうでもいいから、エルザ捨てといて。リーナ出そう。協力しよう。よしよしよし、いけそういけそう。じゃあ、ペスメルが出しちゃおうか。ペスメルがで降りだ。終わりや。よっしゃ。ナッシュ。押す。来ねえ。ミッションカード来ない。なーに捨てようかなー。残しとくか、ゾイとかフリック。マジ悩むなこれ。霞もなんだかんだ使えるんだよな。リーナは捨てない方がいいよな。どうしようどうしよう。いっか、フリック捨てるか。うわー、ミッションカード、レーザースかな。来ないね来ない。いっか、ジョイ来た。お使いが来た。どうだろう。あーって感じ。エレザー持ってないよな。願う。お、そう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 。お、いけそうだぞ。どっち使おう。霞使っちゃうか。リーダー残そう。んと？ハーンか。シュー、ジル、アビズバー、ギルバート。なんとも。何この、でも兵力っぽいか。ハーンとかスー、なぜクラーケン入れたって感じだがちょっとよくわかんないけど。ハーン捨てた。あとにお使いでいける。お、いけるっぽい。カードが足りないけど。誰来た今。シエラがいけるか。シエラがいける。よし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 、確実に行こう。よし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 。さてと、何を捨てますかね。ミューズ脱出か。マクドールシードで取れるか。お使いしてる？大丈夫か？なんだ、一騎打ちか。あー、絶対クラーケン出してくるじゃん。絶対クラーケン出してくる。絶対クラーケン出してくるほっといても、ちょっと弱いイランカードを出しとこう。ほらほらほら、何出しても負け。もう、しかし何デッキだ、もうめちゃくちゃデッキだぞ危ねえ。さてと、ミューズ脱出いけるかな。フリックか。フリック、協力攻撃なさは来ないから。マクドールですね、繋がるもんね。
マクドール、エルザ、シード、よし。これ雑魚敵だよね。なぜこんな苦労して勝たなきゃいけない。なんだなんだなんだ。あ、エルザのカードが普通に手に入るな、エルザのカードとか。グスタフは、そう、リリーがいないと強くなんない。リッチモンド一回もつかなかったなぁ。そう、ガマドと協力攻撃。でもなんか力が弱いの、なんか力まるらしくない気がする。よし。大変だ。あれ、どこ、ここ。よし。ノースウィンドゥのカード。ミッションカードはもう揃ってるからな。白道軍。やだな。戦っとく？こんなん出てくるんだ。どうしようかな。まあいっか、これでつながる。 CEE。 あ、でもこれもあるし、あ、まあこれいいか。さあ、あ、一騎打ちか。一騎打ちなの、意外。じゃあクラーケン、あれゼロ。あー、向こう持ってる。渾身の一枚が、渾身の一枚が。トリファー攻略いく。何出してくんだろう。攻撃力高い系出してきそうだよね。マクドールから行こう。クラスか、誰でもいける。マクドールがなんか後半になってすごい使えるよ。あー、この野郎。なんつリーナでいけるか。もうルカ取っちゃうと、もう一回ルカ来る可能性あるよね。ビクトール抜いとくか。じゃあで、ビクトール出すか。そうしよう。おー、びっくりした。そうだよな、ルカの軍だもんな。やってくるよな、ルカのカードを出してくるよな。ふう、怖すぎ。怖すぎ。いい HI か。あ、でも繋がるんだ。エルザーのこのキラキラカードめっちゃ良くないですか。めっちゃ良くない。おっ、ザリーナからのエルザ、めっちゃいいなこれ。なんて使えるんだ、素晴らしすぎる。すごーい。捨てるカードはミュージダストはいらないかな。また一騎打ちだ。マジ？強いカード不在でございます。マイクロが2枚重なってるから出しちゃおう。いやいやいや、もう絶対勝てないこんなん。ずる。そういや、あれだな、一騎打ちデッキ作りたかったけど、ちょっと手間がかかりすぎて作ってないな、そういや。じゃあトゥーリバー攻略で一気にいけますかね。いけませんかね。どうだろう、来るかんか。ではフリック、ヒールだ。あ、いけるじゃん。ちょっと見よう、霞で見よう。なぜリンクつながんないんだ。いろんなパターン組みすぎてんのか。あ、一騎打ち。
そういうことはもうほぼほぼ一騎打ちなんで、ね、そういうことね。あーそういうことか。それは繋がんないはずだわ。いやールカの軍らしいというか、なんというかって感じだな。なんかね、ではよし、よーしよ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 し、一騎打ち一騎打ちできた。やっぱりなんか誰もいないね、全然人が人が全然いないんだけど、なぜ。あ、シュウがいる。戦ってみてくださいのやつか。もう戦ったんだけどな。シュウがいてくれんのか。広いなここ。敵、またブロンズゴーレムでした。いっぱい出てくるっぽい。さっきも宝から出てきたっけ。鉄のカード渋渋いな、ここに来て。広いここ、マジ深淵だな。798ポッチ。またキメラでした。順調にぐるぐるしてる気がしなくもない。違うか、ノースウィンドのカード。トリス初めてか。戦っとくか。総大将カード、マクドール。そっち系なんだ、マクドール系のカードか。マクドール系ってこんな攻めすぎカード、マクドール系か。何出してこない。お使いで出すか。マクドール系ってことは何出してくる。あ、出すものがない。カミュー、ナナミでいく。よし、捨てるカードはこの、また微妙なこの辺来たなあ、でもいいか、マイクロとちょうどつながるんだこの辺。じゃあいいでしょこれで。トゥリバ攻略だ。じゃあマイクロとフー。あーそっか、バレリアとかね。はいはいって感じメイザースシーナか。はい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 。面白いなー、なんか晩餐リーナ出していく平気。おっす。で謎のギルバト。あ、ナイスー、メイザースナイスー。よし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 、誰にしようかな。ペシメルがないか。面白い、なんか新しいね、マクドール系いいな。肌よりすごいな。ミューズ脱出が最近なんかいらないんだよな。うわ、お使い。都内の道だ。3次元キャラクター攻撃プラス1か。つらいですねつらいな。リーナで消していくしかない。
フリック。フリック強いな。ちょっと一旦シールド出して。バデリア。リーナしか乗せない。あーもう無理。あー無理だった。もう、ひどくねこれ。ちょっと待って待って、こんなにトゥリは攻略いらない。エルザ来たからお使いいっか。これでいけるかな。トゥリバー攻略。あ、いけそう。出すものがないとな。本当に？やべ、エルザのカードめっちゃ気に入ってきた。ではいただきます。いやー、勝った。ちょっとなんかあっさりしすぎてるけど、最後よし。霧の魔物とバンさん、なんかさ、何気にこのバンさんとかなんか強いんじゃないかって思ってきてるんだよね。このやっぱ札捨てる系いいよね。ただリンクが A だけだからっていうのあるけどね。レブラントか、久々に見たな。レブラント面白い。あ、どっから来たっけ私。あ、これ取ったな。白道軍が追ってきます。怖え。シュー、あ、そうや、シューどこにいるんだっけ。結構戦ったんだけどな、ちょっともうめんどくさいな。どこにいたっけあいつ。めんどくさい、どこにいたっけ。ちょっと待って、見つかんない。シュー、シューどこにいるの。あ、いたいたいた、戦ったよ。ありがとうありがとう。広すぎて他に誰もいないんかな。全然見当たらない。あと一人ぐらいいてもいい気がするんだけど、マジ広いな。他のもらってこう。233ポッチ。誰もいねえ。マジ広すぎない？ここ広すぎない？これ全然わかんないよ、もう。この辺回ったでしょ。ここ来たんだ。真ん中の辺見てない気もするけどね。ここから来たんだっけ。開けてある。あれ、どっかにいそうだけど誰か。わからないね。まあこんなもん、こんなもんみたいですこの辺。はい、ちょっとじゃあしばらく、もうわかんないわ道。ちょっとうろうろしてみようと思います。さて、あれからぼちぼちうろうろしまして、新しいカードはなんかそんなに手に入んなかった。あ、売ってる。掘り出し物エルザとクライブなんだ。いいの売ってるじゃないですか。すごい。さすがサジャの村。で、まあそれ置いといて、うろうろしてて結構あれだった。辛かった。あの、ゴールドウルフとかシルバーウルフがめっちゃ出てきて、あれシルバーウルフみたいな感じだったんだけど、
こっちが 6VP で向こうが 2VP とかで、かなり不利な状況で、しかもめちゃくちゃ強くて、はい、1回ずつぐらいは勝ったけどみたいな感じでした。はい、でも特になんか新しいカードとかデッキは新しかったかな、手に入ったと思います。なんかもう忘れちゃったけど、で新しいカードはなんだっけな、ラッシュのカードもう1枚手に入ったのか、それぐらいと、あとキラキラカードの、上位かなが手に入りました。あんまり変わってないような感じするんですけど、王国軍とリンクがつながりやすくなって、 C が加わった感じですかね。はい、そんぐらいでした。もうなかなかもうやっぱ手に入んない新しいカードそんなもんです。というわけで、まあ報告して今日はここで終わりにします。で、次回から多分ラスダンだと思われるルルノイエに突入していこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。